ピカピカピカリピカ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 リ。まあ、伝統工芸品の中にその伝統的工芸品っていうのがあって、そこはまあ手差しを決めて今いろんなそのルールがあるわけなんですけども、でそこからさらにその副産物として生まれたものがあの化粧筆だったりとか額筆だということで、まあ、そのルーツはその熊本で書道筆があるっていうようなところですよね。やっぱりその手間を惜しまないでそのいい材料だけを使用するっていうところ、やっぱりそのもともと筆って中国からやってきて、でこういうその漢字を書くのに特化した筆だったんですね。そこから日本独自のその金筆、金文字が生まれて、あの金筆っていうのは先がすごい鋭くて、あの本当に鋭い線が書けて、まあ、それにあの必要なものっていうのはやっぱりいい材料なんですね。でさらにその材料の選別ですね。例えばまあ、1キロ材料買ってきて先がない毛とかもすごい入ってるんですよ。でそういったものを全部取り除いていい毛だけを寄って使う。人間でいうとあの体毛で赤ちゃんの髪の毛じゃないですか、はい、あれって切ったことないですよね、はいはい、だから先が全部ついてるんですよ、はい、だから僕らの髪の毛は普通に切っちゃってるから先ないんですよ。で動物も同じで、動物はまあその髪にね自分で切らないんですけど、切らないんだけどその寝転がったりしますよね、はい、寝転がったりするんでこの辺のものが摩耗してそれて手先の本当にあの先の部分、僕ら命毛って呼んでるんですけど、命の毛って呼んでるんですけど、それがなくなっちゃう、まあ、命毛っていうものがあるものだけを寄ってそれを筆にしているので、あの水に濡らした時は紡ぎやすくてまとまりやすい筆ができるっていうところと、まあ、それをまあ化粧筆に応用しているので肌当たりがチクチクしないというようなところなんですね。水につけてでもこういうあのまとまりのいい描きやすい筆なんですけど、あ、まあ、でもこの筆もね高いです。今このイタチとかコリンスキーっていう材料はあの本当に取れなくなってきていて、実際の話昔は例えば1キロあたりね、それは20万くらいで買えたものが今は100万くらいすると、ヤギとか馬とかイタチとかリスとかアナグマ、まあ、ムジナとかですね、化粧で言うとヤギで、書道筆でもやっぱりヤギは絶対ある程度あのいろんな筆には入ってますね、今僕らその筆業界でどこから材料を仕入れてるかっていうと、もう 99% 海外なんですよ、はい、あの中国とあとカナダとか北米ですね。熊の筆でいうとミックスしてるやつ結構多いですね。あ、そうですね、まあ、あとその化粧筆でいうと人工毛だけとか結構分かりやすい方が多いですね。書道筆はあの実はこの中にあの10種類くらい毛が入ってあの混ぜられて作られてるので、それで先は柔らかくてあのこの辺は腰があるみたいなあのバランスができるんですけど、あの化粧筆の場合はだいたい1種類か2種類くらいの毛しか混ぜてないんで、とか、まあ、ただこれ名前出したらまずいんですよ、動画あのフランスの大手メーカーみたいな感じであの言ってくれればいいかな。フランス青い目やってるのはあのオーストラリアと、フランスですね、はい、あと日本っていう感じですね。もうそうだから、まあ、もちろんうちにある筆が、まあ、ある程度叩き台にはなって、でもそこからかなり変わってでこういったものができて、でそこにそこの会社のブランドが入っていい値段で売られるっていう流れ。もともと書道筆を作ってて、で今年は43年くらいで、で15年前くらいからその化粧筆作り始めたんですよ。ただ化粧筆ってゼロベースからの開始だったんですよ。だからいろんな人の話を聞いてどんなちっちゃい仕事でもやってきたんで、熊の筆で、ね、あの化粧でやってる人って多分戦後くらいからやってるところ、一つの、あの多分スタートの始まりで、もともと化粧筆だけやってるところとか画筆だけやってるところ、あの書道筆だけやってるところって結構分かれてるんですよ。でうちみたいに両方やってるのって結構珍しいと思いますね。やっぱりなでしこジャパンっぽいじゃないですかね。これまでも結構有名だったんですよ。で僕らも結構頑張ってたんで、もうみんな知ってるだろうっていう感じだったんですけど、あれがすごいメディアに取り上げられて、まあ、優勝したんでっていうことで、でそこから知名度がすごく上がって、一時その生産間に合わないぐらい、まで、まあ、すごい相乗効果で、ね、熊野町全体が盛り上がったんですけど、まあ、ただ
今年の2月くらいその日経新聞で、あの土曜版で熊野筆知ってますか、まあ、知ってます、うん、じゃあ熊野筆ってどこの町のものか知ってますかって言った時には正解者が、230何人だった、まあ、だから30%切ってたんですよ、うん、熊野筆ってこの広島県だよって分かってる人がそれくらいしかいない。でかつ中国地方、その広島県含めて近隣の岡山とか含めて、あのここにあるよって分かってる 6割なんですよ。例えば僕も今熊野町に住んでいて、あの仕事とか会合があると市内に出るわけで、広島市内に出るわけですけど、あ熊野から遠いところからって言われるんですよ。まあ、こういったねあの記事を通して分かってくれたらいいなと思います。うちはあのもう工場見学も全部開放してますし、あと手作り体験ってあの化粧台をその場で作って持ち帰るっていうところもやってるので、あの今うちの工房にねあの買い物来るあの一般のお客さんもいますけど、あのアウトレット品使うには問題ない、ただその色が違うとか長さが違うとかいうものが売ってる、それがあの結構安く売ってますよっていうメディアに出て、それから結構人が来るようになったんですけど、熊野筆って高級なイメージがあって買えない、あのプレゼントされると嬉しいけど自分から買えないっていう人がすごく多くて、でもここだったら買えるねっていうことで、あの結構来てくれるお客さん多いんですけど、まあそれを見てるとやっぱりあの持ってない方がねまだまだ多いなっていうのは、まあ例えば僕もその元々最初筆作りずっとやってたんです。で、まあ、作ろうと思ったら作れるんですけど、今それをやる人ってあんまりいないんですよね。あのまあ伝統工芸士とかはやりますけども、ある程度も分業化して効率よく作るようにしちゃってるんで、だから作ろうと思ったら作れるっていう人はある程度いますよ。でうちあの熊野市に3つ工房があって、原材料を加工するところと、まあ、この化粧で作るところと、あと書籠で作るところ、本社ですね。これ見ると大体分かるんで一回ちょっと見てもらって、はい、だいたいこういったあの工程が、こういうのはあの、まあ、体験の時にやったりとか、会社や百貨店など商業施設にて喫煙や化粧筆作りなどのワークショップを行っています。これシンガポールとかでやった時ですね、はい、でそこで跳ねられちゃったやつ、 OEM 以外はあの下のショップで、まあ、アウトレットとして販売されるみたいな感じですね。これがヤギの毛で、これがヤギの毛で、真ん中の黒いやつがリスの毛で、これが松リスってことで検品されてないんで、今から形をきれいに整えていきます、まあ、最終的にこれを検品して出荷して出すというような感じですね。和紙を巻いていくんですけど、化粧毛というものを、それからでまとまりがいい、で学童用の筆なんかになると滑りがちょっと悪かったりするんで、そこにあの人工毛っていってナイロンとかちょっと毛の質を良くするのに悪い毛をたくさん取ったり、学童が使うんです、細かいこう線を出すような飛びが出ないってことですね。極端な飛び出た毛を取って、だからこのある程度揃ったところ、これがのげのげって言って細い線を描いたりした時に閉じるこう線になるんですよね。これが極端に飛び出てたら片方にひげが残ったり、道具は常に自分のものは自分で管理して、そうですね、こんなのでもな
く使ってたらこういうふうに先が薄くなってよく曲がったりするんで、うん、曲がったらもうそれを伸ばして、あの気をつけるようにしてます。通りが悪かったら自分でこうや紙やすりでここを削って、うん、もう少し櫛が通りやすいように使いやすいようにいうふうにしますね。やっぱりあれじゃないですかね、毛の専門ではないですけど、まず一番先はまずその筆を作るのに、同じ材料作っても長さ太さで全然描き味違いますから。ここはでこの中から芯とか上毛とかいいとこで何種類かできるんですよ。線の太さ硬さ、うん、で艶が良くて線のいいものは上毛に、でこういうふうにちょっと粗く見えるのは芯にいうふうに分けていくんですね。これ、うん、これだったら上毛で柔らかいもまた一つ上のクラスに、でこっちここらは芯にいうふうに。それはあの伝統工芸士全部ですよ。日本全国筆だけでなし、次の育成が難しい。こんな工芸士になれたらね、何歩進めてもいいとかね。それは昔はもう自分らはもう本当神さんぐらいこう憧れたですかね。結局社長でもアイデアも聞いていろいろ作って作らせてみて成長させようっていうのがまだやろういう気がある人はいいんだが、もう時間が朝来て時間来たらさよならいう分はそれじゃやっぱりこう進まんのですよね。とりあえずまあうちの会長僕はアイデアを作る、アイデア的にだから買ったことじゃないんだよ、昔に好きなっていうふうにして、うん、そうやってくれるようなことは一つの目標です。こちらもあの松代30年ぐらい勤めたんで、だってその習う気があればね年齢関係ないよ自分はね、うん。その後継者のことだったり原料のことだったりとかなんとかかんとか、うん、手に取る機会がまず少ないとか、うん、でそうなった場合ね、ちょっとあのもう、うん、もっとこう筆みたいな大きいカテゴリーで多分考えないといけない時代になってて、うん、であの諸先生とか諸先輩方にもしかすると、うん、そんな使い方したらダメよって怒られるようなちょっと奇抜なような入り口でも多分構わなくて、うん、手に取ってもらいさえすればと思うんですよね。だから書道にたどり着いてもいいと思うんですよ、うん、でも化粧でもいいし、うん、あの絵でもホビーでも何でもいいと思うんですよ、うん、すごいこう歴史の長いところももちろん重要ですし、うん、でその土台がしっかりしてるからこそ上でこう遊んでても多分ブレないんだと思うんですよね、うん、昔ね筆ってただの筆記用具、うん、鉛筆とかない、はい、でそれがだんだん工業化していったりとかして、うん、まあ、お城とかもないですよね、うん、で筆記も変わってきたりしてどん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 他にこう効率のいいお金儲けの方法とかができて、うん、でだんだん廃れていく中、うん、熊野ってやめなかったんですよね、うん、続くって続けていくやめないっていうのはすごい強いんだっていうのが今出てる結果だと思うんですよ、うん、栄えたっていうより、うん、やめなかった、うん、でそれを職人さんもしっかり支えてくださって、うん、あの土屋社長さんみたいな方がもう全国に広めてくださって、うん、皆さんが支えてくださってるから今のその熊野ってすごいねっていう、あのうちの組合員として所属してらっしゃるのは個人も含めて今のところ89なんですが、あの所属しておられない方も含めると100社ぐらいが番組創業者も含めてあると思うんです。外に出た時に、はい、よくわかる話なんですよ、これ、うん、あの1割ぐらいの人が筆に携わっているのが町内なので、うん、まだまだだから人数も多い、うん、すごい贅沢な状態なんですよね、うん、でもよそから見るともう他にも筆産地あるのにここまでこの書道でも学芸でも化粧でも見たことないようなものでも誰かができるんですよ、うん、その100社ぐらいの誰かが、うんうん、もし万が一小江戸さんができなかったとしても他のところに誰かができるんですよ、うんうんうん、でそのぐらいの大きい受け皿がまだあるんですよね、うんうん、どれだけうちの中で切磋琢磨してるか、うん、中ですごいレベルまで上がってる、うん、っていうのがここにいたら当たり前なんですよ、うん、あのすごい簡単そうにおっしゃってますけど、こうすごいレベルの話なんですよ、うん、
の小学生さんを対象に、うんうんうん、あの熊野町さんが出資をして、うんうん、筆作りを実際子どもたちに体験してもらうっていうのを4年生さんに全員にしてもらってるんです、うんうん、もっと大人になった時に熊野町に就職しないかもしれないですね、全国、うんうんうん、まあ、世界中とかに行った時に、うんうん、例えばテレビとかもこういった媒体で本当に見た時に、うんうん、俺の町みたいになる、うん、そこが多分郷土愛とかなんですよね、うん、種まき的なところ、うん、投資ですけど、その未来を優秀な熊野の営業マンに外に出た人はなってくれるはず、うん、なるほど、もう土台が本当にしっかりしてますし、うん、支えてくださる方もいらっしゃる、うん、 そうですね、でその上にまたいろんなものが乗って、うん、あの社長みたいに先陣切って、うん、新しい時代の先をバーッと走ってくださる方もいらっしゃる、うん、だからまあ熊野は負けないですよ、うん、強いです。